はい、ボツニコです。ホローナイトやっていこうと思います。面白いっていう話だけどね。では始めてみます。起きたか。どんなかな。ちょっと間違えたことがあったけど、さすがに面白そうだな。480円のあるとは雰囲気はいいらしいけどね。ちょっと機内的が出るんだな。気持ち悪いな、なんかこれ。高貴なモネを、これはそなただけに伝える言葉。そなたは偉大なる我らと同じ偉大なる力を持つ者、自らの僧侶を手術せ、手術させよ。ちょっと分からなかったな。おかしい。で。
死ぬ。フォーカス名越しで、うん、分からんな。大きなものよ、これはそなただけに伝える言葉。これで先、そなたは王と創造主の地に入る。その地を、その敷居を越え、我らの方に従うがよい。ハローネストの、いや、ハローネストはやねんけど、どうやって隠すの。死にとこないけど、じゃあ一歩目に倒そうそうやな。スタートマウス、お、回復したやったー、危ねえ。一番最初のあのあれが見えんかったかな。これをフォーカスっていうのどうやったらいいんやろ。なんかどんどん物を取ってくる。
こっちの方が怪しいな。出てこへん。なんもないな。これ無理やって。なかなか分からんな。ちょっと分からんかとか多すぎる。うおっと、最初のボスくらい行きたいな。ちょっとどこに住んでるかわからんけど。違うな。あれ、こっちじゃないんか。何これ、
臭いもんね。こっちじゃないな。こっちはなんか埋めるやつおるから。おっと。来い。死ぬ。死んだ？なんで今のは。やられたな。分からんの。この卵が関係するってこと？なんか。やっと刺すか。簡単じゃ簡単やけど進化してる。ボス一匹出せと。ボスっていうよりも、まあ、何やろう。
ちゃうな、なんかやってみた感じ意外に面白いっていうのがあるね。あの父だと地図と冒険を、いやー、おっさん、生き返ってきたやつら、なんかめんどくさいな。終わりにしようかなと思います。ホロナイト結構面白かったです。で、続けるかはまあ分からないですけど、まあそういうゲームを今のところやっていこうと思ってます。それでは。